い、皆さんこんにちは。男児3人を育てるシングルファーザーです。今日は子供たちの冷凍弁当を作っていきたいと思います。我が家の双子も無事高校卒業して、お家にいる時間が増えてきたので、お昼ご飯ね、どうしようかなって悩んでいたんですけど、あんまりね、変なもんね、買い食いするぐらいだったら私の弁当ね、食べさせてやろうと思ってね、作ったことにしました。まずは鶏の胸肉、人参。メニューはね、超簡単でね、タンパク質たっぷりの4色弁当にしていきます。我が家はね、作り置きしていてもあっという間に食べちゃうから、今日はちょっと量も多めに作っていきたいと思います。今日はね、チンゲン菜がね、とっても安かったので10束全部使っていきます。根元にね、十字の切り込みを入れて溜まっている血を落としていきます。レンジでね、するのがいいのか、茹でるのがいいのか、ちょっとよくね、わかんないんですけども、今回はね、チンすることにしてみました。最近ね、登場が少ないニャンズですけども、今度は猫たちが主人公の動画を撮ることを企んでいるので、乞うご期待です。ミルクちゃんがね、ちょっと過剰グルーミングで抜け毛がね、ちょっと激しかったんですけど、クッションタイプのね、エリザベスカラーをつけてだいぶ良くなってきたのでね、安心です。チンゲン菜を冷水に入れて1分から2分冷まします。しっかり水気を切ります。いや、なんぼでもこれ出てくんね。今日はね、おしゃれな動画にしたかったんですけどね、どうしてもふざけちゃうんですよね。じゃあちょっとね、気を取り直して、チンゲン菜を食べやすい大きさに切ったら器に入れます。あれ、何時から？12時から、もしかしてやっちゃってる？やっちゃってる？いらっしゃい。いやー、情けないやら恐ろしいやらですね。それではね、改めて気を取り直して、鶏ガラの素大さじ1、ごま油小さじ1を回しかけたら、混ぜるり混ぜるりしたら、1品目チンゲン菜のナムルの出来上がりです。2品目は人参のグラッセ風を作っていきます。料理をね、始めた頃は千切りとかね、本当に苦手だったんですけど、なんかね、太いのとかボロボロになったりとかね、うまくできなかったんですけど、最近ね、ちょっとね、うまくなってきてるなってね、自画自賛してる私です。うわ、ちょっと多かったかな。うわ、多いな。いや、これ言い訳なんですけど、だいたいパッドって2人分のレシピじゃないですか。うちね、4人なんで、なんか倍の量にすると、なんか調味料の量とかもなんか倍じゃないような気がするんですよね。本当にね、倍でいいのかどうかね、よかったらね、皆さん教えてください。じゃあ3品目、いり卵を作っていきます。今回はフライパンを火にかける前に、直接油と卵とマヨネーズを入れて、その後火をかけてフライパンの中で混ぜながら炒り卵を作ります。こうするとね、洗い物が一つ出なくて済むので、手間が省けて一石二鳥です。はい、奥酒が済んだところで炒り卵の出来上がりです。以前のね、動画でも言ったんですけども、最近はね、みんなでね、玄米ご飯を食べています。全部ね、玄米だとちょっともさっとするので、玄米を2、ごぶ漬きを1の割合で炊いています。お水の量もね、 0.5 合分ぐらい多く入れています。はーい、はーい、はいよ、はいはい。では最後に、エビマヨならぬ鶏マヨを作っていきます。ね、鶏マヨはね、もうね、何枚食べたかね、わかんないくらいね、食べてますね。薄く観音開きにします。
うまくね広げると1枚でかなりの大きさになります。そして筋を断ち切ります。食べやすい大きさに切っていきます。今回はね3枚使いますので、全て同じように切っていきます。塩コショウ適当、小麦粉はね蹴散らずにね、ちょっと多いかなっていうぐらいね入れます。すぐにね身が固くなるので、しっかりそして丁寧に身にまとわりつけます。以前はね片栗粉とか油とか結構ねケチって使ってたんですけど、まあ、子供たちや私のね健康のことを考えると、少しだけねいいものをね使っていこうかなって思ってます。それにね子供たちがねうまって言ってくれるのが一番のねやる気につながってます。揚げ具合はねちょっと早いかなっていうぐらいで大丈夫です。これ作りながら思ったんですけど、胸肉3枚はねさすがにちょっと多かったですね。さっき揚げた胸肉とソースを絡めます。ニンニク適当、マヨ大さじ2、ケチャ大さじ2、簡単酢大さじ3くらい。あのね今更ですけど、このあのチャンネルレシピ動画じゃないので、あのまずかったよってねコメントはね一切受け付けませんのでね、そこんとこよろしくお願いします。でもねめちゃめちゃ美味しかったです。それじゃあ詰めていくわね。今回は保存用なので詰める前にアルコール消毒をします。容器は 700ml でダイソーで買いました。均等に詰めていきます。玄米ご飯ねちょっと多いかなと思ったんですけど、5合でちょうどよかったです。ご飯とおかずの粗熱が取れるまで休憩します。粗熱が取れたので詰めていきます。色の濃いものがね、端にあるとお弁当が生えて見えますのでね、まずはその順番で入れてみてください。それで隣には補色になる色を入れるのがポイントです。まあ、今回は家で食べるだけなんですけども、彩りとかもね、ちょっと気にしてみたらお弁当作りがね、結構楽しくなると思います。実は最近ね、双子のお弁当が終わってから、結構ね、お昼ご飯をね、手抜きしてました。冷凍パスタとかね、カップ麺とかをね、大量買いして、それをね、食べさせていたんですよね。さすがにね、反省してね、今回、冷凍弁当を作ることを思いつきました。まあ、一回だけじゃなくてね、続けていけるように頑張っていきたいと思います。それとね、やっぱ日頃お忙しい方もね、たくさんおられると思いますので、まあ、一日だけね、ちょっと頑張って、あとは楽しちゃうのはいかがでしょうか。ぜひお試しいただけたらと思います。冷凍庫にしまいます。子供たちも毎日食べるわけじゃないから、まあこんだけあったら1週間は持つと思います。食べるときは蓋をずらして600ワットで約4分間加熱してください。飯はそちらです。はい、弁当。お弁当？冷凍弁当。
遅刻したから休憩がこの時間。そう、9時まで。9時まで、今から1時間休憩して9時まで。うん、開けるこれ開けてね、ずらして。いただきます。うん、うまい。できてるわ。できてる。あ、そうか。ごちそうしたうわー、遅刻するのがあるんだよ。本当だよ。あ、だから伸びた。